マルガレーテユリアネトケレーベ6月27日から1971年4月30日はドイツの声楽家、音楽教育者。外国人教師として来日し、日本の声楽家を数多く育てた。東京芸術大学名誉客員教授。日本語表記は、ネトケレーベ、ネトケレーベ、ネトケ、レーベ、ネトケレーベ等、揺れが見られる。 ユダヤ人ジャーナリストのエルンスト・レーベの娘として、ブレスラウに生まれる。高等学校を卒業後、ブレスラウで語学教師としての見習いを修了し、ベルリン、ミュンヘン、フランクフルト・アム・マインで声楽を学んだ。ベルリン音楽学校を卒、ヨハネス・メスハールットに指示。ドイツ、オーストリア、オランダ、バルト三国、スウェーデン等でのコンサートの後、 1924年10月に東京音楽学校に招かれて来日し、1931年までドイツ歌曲、昇歌の教師を務めた。その後、東京高等音楽学院教師を務める傍ら、日本各地や台湾、満州、中国をめぐるツアーに参加した。夫は写真家、画家のマルティン・ネトケ。1930年代半ばにナチスが、 ドイツで権力を握るようになったとき、ユダヤ人のネトケレーベと彼女の夫は、東京から、そしてドイツ東洋文化研究協会からも排除され、ドイツに戻ることもできなかった。ネトケレーベが東京音楽学校の教師に戻ることができたのは1946年であった。1950年まで東京音楽学校教師を務めた。 宮城学院女子専門学校や自由学園でも教えた。主な文科生として、伊藤武雄、木下保、も佐藤義子、立川清澄、田中信明、長戸美穂、四谷、文子、関谷子、伊藤京子、細川緑、白石昭雄などがいる。1971年4月30日、東京にて死去。86歳坊津。ありがとうございます。